こんばんは。ロサンゼルス日系コミュニティのニュースと情報をハリウッドからお届けするソーカルジャパン、司会の手島理香です。それでは早速今日のラインナップをご覧ください。今週の日系ニュース、まずはことはじめ、全米日系人博物館お正月ファミリーフェスティバル、そしてコンシューマーエレクトロニクスショーです。特集です。今週はソーカルオンザムーブ、フィギュアスケートのエリー川村さんです。ローカルイベントのお知らせ、今週の占いもお見逃しなく。それではソーカルジャパンスタートです。今週の日経ニュースです。まずはお正月の行事からです。ロサンゼルスのリトル東京で親しまれている年始のイベントをご紹介しましょう。どうぞ。リトル東京の新たに日米劇場で1月5日日米文化会館によることはじめが行われました。日本の伝統芸能で新年を祝う恒例のこの新春行事、今年初鏡と題された舞台では日本舞踊や雅楽などが披露されました。 It was a wonderful show. We had a great time. It was very enlightening for me to see this part of Japanese culture. We had a very nice time. It was a very beautiful performance. 改めて自分のルーツをこう見たという感じかしら。日本ではなかなか機会がないので、日本人としての実感が湧きました。この日ハイライトとなったのは新年初の矢を射る儀式、初矢です。最後の餅巻きでは大勢の観客が餅を受け取ろうと手を伸ばしていました。また隣の日米文化会館ビルの中にある土井崎ギャラリーでは、市民の新年への思いを表現した色紙の展示が始まりました。こちらは2月2日まで開かれています。続きましてもリトル東京のお正月です。こちらは全米日系人博物館でのイベントです。ご覧ください。1月5日リトル東京にある全米日系人博物館でお正月ファミリーフェスティバルが開かれました。 The Japanese American National Museumis celebrating Oshogatsu, which is the Japanese New Year's festival. It's an opportunity for people from around the city to come together and enjoy some traditional and some not so traditional Japanese treats in the New Year. Because of the theme of the horses, for the Year of the Horse, we have the origami that we're doing, that making origami horses. We're also doing the pony rides.There's going to be an onigiri rice ball making contest as well, where the kids and adults make their own designs of rice balls. I'm sure we're going to see some Year of the Horse themed treats as well. 博物館の前の広場には馬のトランポリンも設置されました。また、棒の先に馬の頭をつけたスティックホースを作る工芸コーナーでは、子どもたちが熱心に創作に取り組んでいました。What I like about making my horse is that you can be creative and you can make any kind of faces. 食べ物のコーナーではおせち料理が準備され、煮しめや黒豆などが提供されました。さらに、飴細工職人によるパフォーマンスもあり、集まった人たちは溶かした飴から馬の形がひねり出される様子に見入っていました。そして、正月の祝いに欠かせない餅。威勢良い掛け声とともに臼と杵を用いて餅がつかれ、博物館は終日大勢の人でにぎわいました。次はラスベガスからです。国際家電の見本市、コンシューマーエレクトロニクスショー、通称セスが今年も開かれました。どうぞ。1月7日から10日、ラスベガスで世界最大級の家電の見本市、コンシューマーエレクトロニクスショーが開かれました。ラスベガスのコンベンションセンターをメインとした展示面積はおよそ18万6000平方メートル、過去最大となりました。パソコン、モバイルなどの通信機器や家電のメーカーを中心に世界中から3200以上の企業が集まり、新製品を披露しました。家電の中で常に注目を集めるテレビ、140枚のモニターを組み合わせた巨大スクリーンで楽しむ 3D 映像や、フル HD よりも4倍キメが細かいウルトラ HD で楽しめる映像がディスプレイに映し出されました。
また高画質の映像をより広い角度で楽しめるようにカーブがつけられたディスプレイも昨年から引き続き人気を集めていました。またロボットコーナーの日本貿易振興機構ジェトロのブースには日本企業も出展していました。福島県の原子力発電所事故現場のがれきの中で実際に作業をしているロボットや自分で作れる手作りロボットキットはアメリカでも注目されています。そして今年話題となったのは値段が手頃に設定された 3D プリンター。溶かした樹脂を重ね合わせ3次元の物体を作り出す高性能プリンターはこれまで高額だったのですが、今回発表された製品の中には499ドルというものも登場しました。またこちらの 3D プリンターはお菓子作り用で、キャンディーやチョコレートを材料にさまざまな形のお菓子を作ることができます。もう一つ注目されたのは、メガネや腕時計のように身につけることができるスマート家電、ウェアラブル機器。日常生活のさまざまな情報をスマートフォンやタブレットなどの通信機器にリンクしてコントロールすることができます。両手を使えることから生活の多くの場面で活用が期待されます。このショーでは最新技術の展示にとどまらず、暮らしに溶け込み生活を快適にする家電が数多く発表されました。以上ニュースでした。 CM の後はソーカルでアクティブライフを送る人を紹介するソーカルオンザムーブです。今週の特集はソーカルでアクティブライフを送る人をご紹介するソーカルオンザムーブです。レポーターはスコットさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今週はどんな方をご紹介いただけるんでしょうか。そうですね、今週はフィギュアスケートのエリー・カワマナさんです。はい、国際大会でアメリカ代表でした。フィギュアスケートの国際大会でアメリカ代表、なんだか華やかな感じがしますね。どんな選手なんでしょうか。ご覧ください。 Today we're at an ice rink in Lakewood, CaliforniaOut there on the ice is Eli Kawamura. This 20-year-old Nisei has been out on the ice for most of her life and has been competing as a figure skater since 1999 at the age of 5. So tell us, how did you get into figure skating? Well, when I was about 5 years old, my parents really wanted me to find something to keep me active and have fun with. So I tried a couple different sports. I did dance and gymnastics and stuff like that.And then I went skating, and my parents said I was like so in love and so attached to it. And so ever since then, I've been back at the rink. Probably around 7 or 8 was when I started getting really competitive. I started doing like qualifying competitions to do like nationals and stuff like that. So I think that's when I was just like really head on for it and everything. In 2003, at 10 years old,Ellie beat out over 100 other competitors to win her first regional competition at the Southwest Pacific Regionals. Over the next 5 years, Ellie placed consistently in the top three in the Southwest Pacific as well as the Pacific Coast and U.S. Junior Champ divisions. Then in 2009, she placed second in the U.S. Championships ahead of 25 of the nation's top level skaters. The following year,She represented the United States in Hungary, Croatia, and Japan in the ISU Junior Grand Prix, one of the world's premier skating competitions. So what was it like representing the United States in the Junior Grand Prix? It was such a surreal moment. It was like the best year of my life. It was so much fun because I got to travel to like 5 different countries and got to go to Japan for JGP finals. So that was like the best place ever. So I was really excited.Due to an ankle injury she received during the 2011 season, Ellie has taken a short break from competition. She now coaches figure skating in both Anaheim and Lakewood, California. I did start coaching a couple months ago, and it's been amazing. I get to see like a total different perspective on like the skating aspect. And sometimes like I'll be teaching and I think I'm like, wow, that's why my coach said that. Like now like I totally get it, and it's been helping my skating a lot actually. So you're actually learning as you're coaching as well? A lot, yeah. Really? Yeah, it's been really helpful actually.With her injuries healing, Ellie plans on getting back into competition this coming season. But for now, she's agreed to teach me a few simple maneuvers. Step on your left foot and you jump forward.
She thinks I'm gonna do that. Do it. But of course I was up for the challenge. Well, although it was soon obvious that I'm not at home on the ice, Ellie was able to give me some rather good pointers. That was good. Watching skating on TV is one thing, but seeing someone like Ellie skate up close and personal would be a treat for anyone. Being around her has truly inspired me to do my absolute best at trying new skills, even if for now that just means staying on my feet. That I think I can do. That I can do. Oh my god, keep your arms in front. My arms are in front. エリーさん、氷の上では滑らかにスムーズに滑ってましたけれども、すごく顔が真剣でしたよね。やっぱり厳しい競技なんだなということが伝わってきました。一日も早く怪我が治って大会に復帰されるのを楽しみにしています。そしてスコットさん、滑ってましたね。そうですね、本当に20年ぶりでしたから、すごい怖かったです、20年ぶりとは思えない滑りでしたよ。苦戦してましたけれどね。そして来月からロシアのソチで冬のオリンピックが開幕します。こちらでもフィギュアスケートを、ね、行われますので、こちらも楽しみです。スコットさん、ありがとうございました。以上、ソーカルオンザムーブでした。次はパブリックアナウンスメントと今週の占いです。続けてどうぞ。南下三重県人会の新年会が1月19日日曜日午前11時より、モンテベロのクワイエットキャノンにて開催されます。参加費は$35。お問い合わせはご覧のところまで。関西学院大学同窓会 LA 支部の新年親睦会及び総会が1月19日日曜日正午より、リトル東京都ホテル内のレストランタモンにて開催されます。お問い合わせはご覧のところまで。南下岐阜県人会の2014年新年会が1月25日土曜日午後6時より、トーランスのカラオケバーアストロにて開催されます。お申し込みはご覧のウェブサイトから。占いが気になる方は UTB のウェブサイトからアプリをダウンロードしていただくと、詳しい占いがいつでもチェックできるようになります。ソーカルジャパンは UTB のウェブサイトでもご覧いただけます。こちらのアドレスをチェックしてみてください。それではまた来週お目にかかります。ごきげんよう。さようなら。